と始まって、私のブロックみんな今日強い人ばっかりだから、もう私は1回戦で負けるんだろうっていう、ベルトは取りたいけどすごい弱気な自分がいました。でもつっかに投票で勝たせていただいて、お客様の力で勝たせていただいて、つくしと対戦した時もお客様の力で勝たせていただいて、それが本当にこの結果につながったと思いますし、私はすごい背中を押されて頑張ろうって思いました。皆さんの画面越しの応援のおかげで私はチャンピオンになることができました。ありがとうございました。ね、10周年過ぎて何を目標に頑張っていいか分からなくなった時期があって、でもプロレスはやめたくない、でもプロレスは続けたい、でも何を目標にしてやっていいか分からない、でもやっぱりベルトから頭離れてたんですけど、つくか雪だけじゃなく、つくしもそうだけど、チャンピオンだけのアイスリボンにさせたくないので、私は生配信の王者としてお客様にやっぱりプロレスでハッピー、笑顔を守るって約束したので、プロレスでお客様をたくさん笑顔にさせたいと思います。